皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の夏期講習数学第1回目です。夏期講習では正の数負の数と文字式の復習をやっていきます。第1回目は正の数と負の数の中でも符号のついた数、これについて復習します。小学校の算数から中学になって数学って名前が変わると最初に勉強したところ、これが符号のついた数ですね。皆さん符号のついた数、つまりプラスとかマイナスっていう符号のついた数ですけれど、これってもうすでに知っていたんですよね。天気予報なんかで冬になるとマイナス何度なんて言うでしょ。マイナスという符号のついた数、プラスの数は皆さんが普通計算で使っていた数、これは全てプラスの数、正の数だったんですね。ただ正の数というのはプラスの符号を省いて、つまり使わないで表すことができる。だから小学校の時にはこのプラスの符号を取っていました。最初ね、プラスの数とマイナスの数、これをはっきり分かるためにこの省いていたプラスというのをつけて学習を始めたんですね。じゃあ正の数と負の数、どんな数だったか確認していきましょう。0より大きい数、これを正の数、正しいという字書いて正の数、こう言いました。これに対して0より小さい数、これは負けるという字を書いて負の数、こんな風に読みましたね。そして0度 C より3度 C 高い気温、ね、0度から上ですからプラスの数になりますから、これは正の数を使ってプラス3度 C と、こんな風に表しました。0度 C より10度 C 低い気温、これはマイナス10度 C と、こういう風に表せるわけです。で、この時注意しなくてはいけないのはプラスの数、正の数というのはこのプラスの符号を省いて使うことができるんですけれど、負の数、これはマイナスというこの符号省くことはできません。必ず負の数にはマイナスという符号がついています。基本だけではありませんね、他にもあります。ある基準を0として、それより大きければ正の数、小さければ負の数で表す、またはある基準、高さを基準としたら高ければ正の数、低ければ負の数で表すことができます。具体的には海水面、これを基準とすると富士山の高さ、海水面より3776メートル高いので、プラス3776メートルと、こんな風に表せますし、海面より500メートル低いところ、これはマイナス500メートルと、こんな風に表します。さて、この正の数と負の数、数直線で表すことができます。小学校の時にも数直線は学習しています。その時使っていたのは実はこの負の部分がない数直線だったんですね。こちらが0から始まってずっと続いていく数直線、これを学習していました。ここでは今度はマイナスの方も続いている、プラスの方も続いている、こういう数直線を中学では使います。数直線、基準を0とします。この基準となる0の点、これを原点と呼ぶので思い出してくださいね。そして原点から右側にプラス1、プラス2、プラス3、プラス4、プラス5と正の数がずっと並んでいます。原点より左側にマイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5とね、ずっと負の数が並んでいますね。そしてこの向きには名前がありました。こちらの左向きのこと、これを負の向き、このように言います。で、負の方向と呼ぶ場合もありますけれど、こちらでは教科書に合わせて負の向き、こうやっておきます。で、この右向きですね、これは正の数がずっと並んでいくので、こちらは正の向き、こんな風に言います、ね、向きなのでこちらからこっちへと、右向きだったら正の向き、左向きだったら負の向き、
こういうふうに考えてください。そしてこの数直線を基準にすると数の大きさを比べることができます。数の大きさを比べるとき、数直線の右側にある数ほど数は大きくなります。で、実際に比べてみましょうか。プラス2とプラス8を比べます。2と8どちらが大きいって言ったらすぐに分かりますけれど、数直線の場合は右側にあるかどうかで比べます。で、2はここ、プラス2はここ、プラス8はここですね。プラス8の方が大きいので、ね、右側にあるからプラス8の方がプラス2より大きいと。負の数同士、例えばマイナス1とマイナス7を比べてみましょうか。マイナス1ここ、マイナス7はここですよね。どちらが右側にありますかっていうと、マイナス1の方が右側にあります。ですからマイナス1の方がマイナス7より大きい、こういうことになりますね。ではマイナス2とプラス2比べてみましょう。プラス2ここ、マイナス2ここですよね。どちらが右側にありますかって、プラス2の方が右側にあるので、プラス2の方がマイナス2より大きいと、こういうふうに言えるわけです。では実際に、問題をやってみると、マイナス4とマイナス1、マイナス4ここです、マイナス1どちらが右側にありますか、マイナス1ですよね。ですからマイナス1の方が大きいので、ここに不等号を書くときにはマイナス1の方に開いた不等号、この向きになります。ではプラス1とマイナス5比べてみましょう。プラス1はここです、マイナス5ここですね。どっちが右側にありますか、プラス1の方が右側にあります。ですからこの2つを比べるとプラス1の方が大きいわけですね。ですから不等号を書くときにはプラス1の方に開いたこの向きの不等号になります。さてこの正の数と負の数、ね、符号のついた数、反対の性質を表すときにも使えます。どんなことが言えるかというと、例えば収入、つまりお金が入ってくる方ですね、嬉しいですよね。これを正の数で表すと、じゃあお金が出ていく方、反対の意味、これは負の数で表すことになります。お金が出ていくこと、これを支出って言いますね。収入がプラスだったら支出はマイナス、負の数で表す、こういうことですね。5000円の収入、これを正の数で表しますから、5000円の収入は、プラス5000円とこうなります。これに対して3000円の支出は収入の逆ですから負の数で表しますね。ですから3000円の支出はマイナス3000円とこう表しますね。で、収入と支出だけではありません。反対の意味を持つ言葉だったら正の数、負の数で表せるんですね。基準の場所 A から東を正の数で表すと、もしこういうことを決めたら東、ね、A より東はプラス、正の数で表して、東の反対は西向きですよね、西です。ですから基準の A より西はマイナス、負の数で表すということになります。 A から東へ2キロメートル、これは東ですから正の数で表しますから、これはプラス2キロメートルとこうなります。 A から西へ8キロ、西は東の反対の意味ですから、これは負の数で表して、西へ8キロメートルはマイナス8キロメートルと、こういうふうに表せるわけですね。よろしいでしょうか。今回は符号のついた数、ね、その表し方、大きさ、これについて復習しました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集で復習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。